週末映画情報シネマキング週末映画情報シネマキング第371回目スタートいたします。案内役は映画ネナビゲーター、そしてシネマクロスメディア C2 発行編集人ムービーステーションスーパーバイザーの川本明がお届けします。今回はゴールデンウィーク明けの5月12日金曜日、5月13日土曜日、合わせて10作品以上の新作映画を紹介します。まず最初に紹介するのは5月12日金曜日公開、ケイト・ブランシェットが天才女性指揮者役に挑んだターから紹介します。最初に紹介するのはター。ケイト・ブランシェットが天才指揮者を演じる注目作です。過度な重圧で精神を蝕まれていく様をストイックかつ傲慢にして繊細な鬼気迫る演技で体現しました。ノエミ・メルラン、ニーナ・ホス、ジュリアン・グローブはマーク・ストロングら実力派が共演しています。ター5月12日金曜日よりミッドランドスクエアシネマ他で公開です。続いて紹介するのは大人馴染、笑ってときめいて心温まるラブコメディの名手中原綾原作の同名漫画を井上瑞稀と熊田凛香のダブル主演で実写映画化しました。萩原陸と浅川里奈が幼馴染役で共演する超残念男子とお関係女子の20年間の両片思いムズキュンラブコメディです。大人馴染5月12日金曜日よりミッドランドスクエアシネマ他で公開です。続いて紹介するのはソレイケゲートウォール桜組、藤達也主演による笑いあり希望あり感動ありのスポコン人情コメディです。ゲートボールに挑戦するチーム桜組に石倉三郎、大門正明、森次浩二、小倉一郎ら超ベテラン俳優たちが参戦、さらに山口佳林と田中美里、本田美浦女優陣が花を添えています。それいけゲートボール桜組5月12日金曜日よりミッドランドスクエアシネマ他で公開です。続いて紹介するのは劇場版サイコパスプロビデンス、2012年にスタートしたサイコパスシリーズの集大成となる劇場版でサイコパスシナーズオブザシステムケース3温州の彼方にとテレビシリーズ第3期サイコパス3をつなぐエピソードです。劇場版サイコパスプロビデンス5月12日金曜日よりミッドランドスクエアシネマ他で公開です。続いて紹介するのはメモリー、誇れるアクションスターとして一時代を築き上げてきたリーアム・ニーソン、70歳を迎えた彼がアルツハイマーで記憶を失っていく殺し屋というリアリティあふれる設定で、子供は絶対に殺さないという誓いのもと一生で一度の正義を貫く悪のヒーローを体現します。メモリー5月12日金曜日よりミッドランドスクエアシネマ他で公開です。続いて紹介するのはブラフマーストラ、本作の共演を経て2022年に結婚したボリウッドの超ビッグカップルのランビール・カプールとアーリア・バットに加え、インド映画界の重鎮アミターブ・ハッチャン、シャ・ルク・カーンら豪華キャストが集結、世界的に大ヒットを記録した超大作がついに日本公開します。ブラフマーストラ5月12日金曜日よりミッドランドスクエアシネマ他で公開です。続いて紹介するのはデスパレートラン、スマホ1台を駆使して息子を救うという予測不可能な新感覚シチュエーションスリラーが登場です。ナオミ・ワッツが主演、プロデューサーを兼任し、愛する息子を救うためスマホだけで事件解決に向けて東方を再走する母の献身を体当たりで熱演しています。デスパレートラン5月12日金曜日よりミッドランドスクエアシネマ他で公開です。続いて紹介するのはフリークスアウト、稲葉こう呼んだ鋼鉄ジーヴの新星ガブリエーレ・マイネッティによる長編第2作です。特殊な異能力を持つがゆえに世間に馴染めず肩を寄せ合って生きてきた超人サーカス団がナチスドイツの悪党と対決する極上のエンターテインメントです。フリークスアウト5月12日金曜日よりミッドランドスクエアシネマ他で公開です。続いて紹介するのはメトライブビューイング2022-23ヴェルディファルスタッフ、
世界最高峰のメトロポリタンオペラをスクリーンで楽しめるネットライブビューイングの一作です。シェイクスピア喜劇を題材にしたヴェルディの名作オペラをロバート・カーセンのカラフルな演出で描いてきます。ネットライブビューイング2022-23ヴェルディファルスタッフ、5月12日金曜日よりミッドランドスクエアシネマ他で公開です。続いて紹介するのはライフイズクライミング。世界選手権4連覇を成し遂げた視力を失ったクライマー小林光一郎と彼の目となる視覚ガイド直也、鈴木直也がアメリカへ旅に出て想像を超えるクライミングに挑むまでを描いた爽快&胸熱なドキュメンタリー映画です。 Life is Climbing、 5月12日金曜日よりミッドランドシネマ名古屋空港にて公開です。続いて紹介するのは Let It Be、 怖いものはやはり怖い、夢判断そして恐怖体験へ2。人々が体験する霊的現象の真実をリーディングによって明らかにしていく心理カウンセラー神山啓治とアシスタントの女子大生上野葵が霊差という心霊現象の謎を最高度の霊能力によって分析するスピリチュアルホラーです。 Let It Be、 怖いものはやはり怖い、夢判断そして恐怖体験へ2、5月12日金曜日よりイオンシネマ名古屋茶屋他で公開です。続いて紹介するのは劇場版推しが武道館行ってくれたら死ぬ、平尾アウリの人気漫画を実写化したドラマ推しが武道館行ってくれたら死ぬの劇場版です。アイドルグループ乃木坂46の元メンバー松村さゆりが地元の地下アイドルを応援する伝説的ファンを熱演しています。劇場版推しが武道館行ってくれたら死ぬ、5月12日金曜日より109シネマズ名古屋他で公開です。続いて紹介するのは高速道路家族。高速道路で暮らすホームレス一家と裕福な訳あり夫婦の出会いが思わぬ展開を巻き起こす、韓国で観客批評家に評価された大ヒットスリラーです。高速道路家族、5月12日金曜日よりセンチュリーシネマ他で公開です。続いて紹介するのはアルマゲドンタイム、ある日々の肖像。アン・ハサウェイ、ジェレミー・ソロング、アンソニー・ホプキンスらが出演。アド・アストラのジェームズ・グレイが幼少期の体験をもとに差別と格差が根付く1980年代のニューヨークで白人家庭に育った少年を通して人種間の不条理な現実を描いてきます。アルマゲドンタイム、ある日々の肖像、5月12日金曜日より伏見ミリオン座他で公開です。続いて紹介するのは聖なる復讐者。美しき野獣のキム・ソンス監督が K-POP 男性グループガットセブンのパク・ジニョンと組んだサスペンスノワールです。聖なる復讐者、5月12日金曜日よりセンチュリーシネマ他で公開です。続いて紹介するのは静かなるドン前編。令和アウトローレーベルの第2弾として新田達夫の大人気漫画静かなるドンを生きててごめんなさいの山口健人監督が冬装備の伊藤健太郎を主演に起用して映画化しました。静かなるドン前編、5月12日金曜日より109シネマズ名古屋にて公開です。続いて紹介するのはクロムスカル。2009年に完成するもあまりの残酷描写のため日本未公開となっていたスプラッタホラーがついに公開します。殺害の様子を自ら撮影して警察へ送りつける連続殺人犯を生々しく描いてきます。クロムスカル、5月12日金曜日よりイオンシネマ名古屋茶屋他で公開です。続いて紹介するのは紫、伝説のロックスピリッツ。1970年に結成された沖縄の伝説的ロックバンド紫に迫るドキュメンタリー映画です。メンバーがこれまでの活動やベトナム戦争契機、沖縄本土復帰当時の熱気を回想していきます。紫、伝説のロックスピリッツ、5月13日土曜よりシネマスコーレにて公開です。続いて紹介するのは君に幸あれ。俳優、写真家としても活躍する桜井圭介による長編監督デビュー作です。苦い経験から人に興味を持つことを避け裏家業で生計を立てる男が不思議な青年と出会い変化していく様を描いてきます。君に幸あれよ、5月13日土曜よりシネマスコーレにて公開です。
続いて紹介するのは放送不可能、ジャーナリストの田原総一郎が話しておかなければならない人物とタブーや忖度一切なく語り合う対談企画の第1弾です。放送不可能、5月13日土曜よりシネマスコーレにて公開です。続いて紹介するのはマリウポリ7日間の記録、2022年2月24日ロシアのウクライナ侵攻によって廃墟と化した東部ドンバス地方のマリウポリ、その戦火の惨状で生きる人々の7日間を地上や監視を交えずに記録し、リアルに追体験させるドキュメンタリー映画です。マリウポリ7日間の記録、5月13日土曜より名古屋シネマテイクにて公開です。続いて紹介するのは私オルガ・ヘプナロバ、チェコスロバキア最後の女性死刑囚の半生をドキュメンタリータッチで描き、第66回ベルリン国際映画祭パノラマ部門のオープニングを飾り、2017年チェコアカデミー賞で3冠に輝いた社会派ドラマです。私オルガ・ヘプナロバ、5月13日土曜より名古屋シネマテイクにて公開です。続いて紹介するのは独裁者たちの時、2022年のロカルノ国際映画祭コンペティション部門や東京国際映画祭などに正式出品され、物議を醸した太陽エルミタージュ幻想のアレクサンドル・ソクローフ監督による驚異の映像史です。独裁者たちの時、5月13日土曜より名古屋シネマテイクにて公開です。いかがでしたでしょうか。今回もいろいろな作品を紹介してきました。ムービーステーション劇場で絶賛配布中です。好みの作品は C2 ウェブ版、そしてムービーステ特設サイト SNS などで探してみてください。ムービーアットシアター、映画は大きなスクリーン、そして大音響で鑑賞するために映画の制作者サイトが作っております。皆さんもぜひためになる映画を見ていただき、劇場で映画熱してみてください。それではさようなら。